ロー、スッチワードです。2020年6月1日スッチワード、ディズニーワールドニュース始まるよ。5月20日からのディズニースプリングス一部営業再開に続き、今回もさらに嬉しいニュースです。今回はディズニースプリングス取材のためにフロリダはオーランドのホテルからお届けしています。さて、ディズニーワールドが大好きな皆さんの多くはもうご存知かもしれませんが、嬉しいニュースとはついにフロリダのウォルト・ディズニーワールドのパークとホテルの営業再開の日程が正式に決定発表されました。気になる日程はマジックキングダムとアニマルキングダムは7月11日、エプコットとハリウッドスタジオは7月15日にリオープンです。そしてディズニーワールド内の DVC のホテルとフォートウィルダネスリゾート&キャンプグラウンドは6月22日にリオープンとなりました。この他の日程としてディズニーワールドの公式のサイトには、フロリダのフェロビーチの DVC 施設、サウスキャロライナのヒルトンヘッドが6月15日にリオープンすることを告知しています。いよいよパークやホテルも営業再開の日程が決まってワクワクしてきますね。ディズニーワールドの公式サイトにはリオープンに向けてゲストの皆さんに知っておいてもらいたいことを発表しています。それでは一緒に見ていきましょう。ディズニーワールドリゾートは米国疫病予防管理センター CDC などの保健機関や政府の機関のガイダンスに従ってアップデートして一部営業再開に向けて準備をしています。清潔を保つこと、人と人との距離を保つこと、接触を減らすこと、これらを推奨しています。以前とは違う体験になるかもしれませんが、私たちみんなでマジカルなひととき、そして一生に残るような思い出を作れるように一緒に努力していきましょう。そんな風に書かれています。ここにはリオープンに伴う新しいパークの予約システムについて書かれています。マジックキングダムとアニマルキングダムは7月11日リオープン、エプコットとハリウッドスタジオは7月15日にリオープンになっていますね。パークのリオープンの際、フィジカルディスタンスを保つために重要なアップデートがリストされています。一つ目はパークの予約についてです。新しいパークの予約システムが採用されるそうです。パークに入場するにはパークの予約の日付と有効なチケットの日時の両方ともが一致していること、こちらが必要となるそうです。またパーク予約とチケットはパークが同じであることが必要となっています。例えばアニマルキングダムのパーク予約をしていたのにチケットはマジックキングダム、こんなことはできないということですね。さて2つ目は新規のパークチケット販売について書かれています。現時点では新規のチケット販売は一時休止となっています。すでにチケットと年間パスをお持ちの方はチケットが販売される前に段階的に予約のリクエストができるようになるとのことです。すでにチケットと年間パスをお持ちの方には追って詳細をお知らせするとのことです。新規のパークチケット販売はその方たちの対応が終わってからとなるそうです。そして3つ目、ホテルの予約について書かれています。現時点ではディズニーリゾートの新たな予約は受け付けていません。すでにご予約されているゲストさんにフォーカスを当てるそうです。ただし DVC のメンバーさんはまだディズニーリゾートの予約はできます。新規のホテルの予約はすでにご予約されているゲストさんへの対応が終わってから再開となるそうです。リオープニングにあたり、テーマパークディズニーリゾートホテル
レストラン、アトラクション、また他のエクスペリエンスは変更が予想され、人数制限や一部施設の制限または閉鎖することが予想されます。これは人と人との距離をしっかりと取れるように、医療の専門家や政府の指示に従った内容だそうです。またアトラクションやショー、パレード、花火、サービス、アメニティは制限または中止の可能性があります。キャラクターグリーティングも制限があるかまたは中止になるかもということですね。残念です。まだ詳細は出ていませんが、分かり次第発表となるそうです。ディズニーの権限で予約のキャンセル、マスコミの入場、新規チケットの購入、リファンドなどのシステムは変更することがあるとのことです。ディズニーワールドリゾートでは2歳以上のすべてのゲストさんとキャストさんに鼻と口をカバーできるマスクの着用を義務付けています。お食事とプール使用以外ではずっと着用するようにとのことです。マスクは忘れないで持っていきましょう。また体温の検査も必ず受けることになります。残念ながら既存のダイニング予約、ツアーなどの予約、バケーションプランで購入されたダイニングプラン、すべてのファストパス予約、こちらは人数制限のためキャンセルとなります。リオープニングの際、エキストラマジックアワーは一部休止となるそうです。ディズニーの経営ではないレストランの予約や体験はキャンセルにならないこともあります。どうぞご注意ください。またダイニングとエキスペリエンスの予約は180日前から前はできていたのですが、そちらが60日前の予約に移行するとのことです。リオープニングの際にはお席の数が制限されるとのことです。このサイトに戻ってまた更新をチェックするように書かれています。リオープンに向けて少しワクワクしてきましたね。以上、スチュワートディズニーワールドニュースをお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。皆様お体に気をつけてお過ごしくださいね。スチュワートでした。